皆さんこんにちは。今日はキャンドゥとセリアでの購入品を紹介します。サンリオの新作商品がいっぱいなので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。まずはキャンドゥでの購入品から紹介します。なんとですね、キャンドゥからエモキュンデザインシリーズが出ていました。まずはこちらです。ポケット付きキーホルダーを購入しました。キャラクターはポチャッコくんと、あとクロミちゃんとシナモンくんを購入しました。このねエモキュンシリーズはお顔がキレンとしていてとっても可愛いんです。キャンディーの形をしていて可愛いですよね。で、後ろがこんな感じでクリアポケットになっています。なのでなんかちょっと推しの写真とか推しアイテムを入れるのにちょうどいいですよね。で、バッグとかにつけると可愛いかなと思います。ちょっとね、前目のちゃんはなかったので、こちらのね、はい、キャラクターを購入しました。100円に見えないですよね。すごい可愛い。で、この他にもいろいろグッズが出ていて、こちらのカードホルダーです。こちらもね、バッグにつけると可愛いんじゃないかなと思うアイテムなんですけど、クロミちゃんとマイメラちゃんを購入しました。このお顔がほんと可愛くて癒されます。推しのねカードとか写真とか入れてバッグにつけて楽しめます。このままでもね全然可愛いですよね。こちらはねマイメロちゃんあったので買いました。そしてそして最後こちらのアイテムが出ていました。チェーン付きファスナーケースというものです。カード、小物などの収納にというアイテムなんですけど、こちらはクロミちゃんとマイメロちゃんとシナモンくん購入しました。こんな感じでファスナーになっているので、カードとか診察券とか、あと私はクーポンとか入れてもいいかなと思って買ってみました。あとこちらにも推しグッズとか入れられますよね。あとシールとか入れてもいいですし、こういうファスナーケースは何でも使えるので一つね持っててもいいと思います。はい、ということでこのエモキュンデザインはこのポケット付きキーホルダーと、あとカードホルダーと、こちらのチェーン付きファスナーケースが出てました。続いて可愛いレターセットを2つ購入しました。こちらね持ってないデザインだったので思わず買ってしまったんですけど、このクロミちゃんデザインと、あとサンリオキャラクターのデザインです。こちら可愛くないですか。キャラクターがアイスのねデザインになってるんです。キャンドゥのねこのサンリオのレターセットすごく大好きで、出るとねついつい買っちゃいます。便箋もねとっても可愛いんですよ。でシールもねついていて、便箋は10枚と、あと封筒が5枚ついていて、結構ね容量もあるので100円でお買い得でおすすめです。このねクロミちゃんとサンリオキャラクターズのデザインです。こんな感じでぷっくりしててすごく可愛いんですよ。こちらもレターセットに貼ったらすごく可愛いかなと思って買ってみました。こちらは喫茶シリーズですね。可愛い、ぷっくり感がたまらないこちらのシールを買いました。そしてこ
ちらです。こちらも私初めて見たんですけど、クロミちゃんの水に流せるプリントティッシュです。デザインがもう可愛すぎると思って、こちらの2種類あったので買っちゃいました。地雷量産っぽいクロミちゃんのデザインでたまらないです。パクックもね、いるのがポイントですね。でね、水に流せるので、そういった点もすごく使いやすいなと思って買いました。ね、こういうポケットティッシュは何個あってもいいですよね。必須アイテムです。必須アイテムといったらこちらですね。テクティフキー、この水 99% っていう、私テクティフキーがすごく大好きで、絶対にね持ち歩いてるんですけど、もう買っても買っても足りないぐらい、はい、使うので、ちょうどね可愛いハピダンのデザインが出ていたので買ってみました。こういうね必需品アイテムが可愛いと嬉しいですよね。はい、ということでキャンドゥでの購入品はこちらで以上です。続いてセリアでの購入品を紹介します。セリアではこちらのねクロミちゃんのポーチを見つけたので購入しました。ダブルファスナーポーチというものです。こんな感じで2箇所見られるところがあります。でクロミちゃんがパク君とマイメロちゃんをギフトねしているデザインだったり、柄も可愛らしいです。セリアではこちらと、あとですねこちらの缶バッジ風ミラーを購入しました。こちらはランダム商品ですね。最近はセリアからこういうサンリオのランダム商品がよく出てますよね。100円なのがすごく嬉しいなと思って買っちゃいました。こちら缶バッジ風ミラーです。スプリングガーデンデザインです。キャラクターは全6種類で、クロミちゃん、マイメロちゃん、メルちゃん、マロンクリームちゃん、シュガーバーニーズちゃん、ボンボンリボンちゃんが入っています。さてこちらの、ここ買ってきたんですけど、どのキャラクターが出るでしょうか。どのキャラクターが出てもすごく嬉しいんですよね。かわいい。いきます。じゃーん、あ、かわいい、シュガーバーニーズちゃんです。後ろはねミラーになってますね。本当に缶バッジみたいな薄いミラーです。はい、こちらと続いてはドン、あ、マロンクリームちゃんだ。マロンクリームちゃんが来てくれました。かわいい。またブルーにマロンクリームちゃんが映えますね。これはどのキャラクターも全部かわいい。じゃん、あ、メルちゃんだ。え、かわいすぎる。色味がねパステル系なんですよ。この淡い感じもすごく素敵です。今のところかぶりがないです。じゃん、あ、ここでマロンクリームちゃん2つ目です。最近マロンクリームちゃんがよく出てくれる気がします。そして最後、最後はどの子かな。じゃん、メルちゃんでした。メルちゃんも2つ目です。かわいい。推しの子は来てくれなかったんですけど、こちらもどの子来てもかわいいです。はい、セリアでの購入品は以上です。今回はキャンドゥとセリアでお買い物をしました。どれもね新作商品でかわいいアイテムばかりなので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。
また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。